ユニオンのみんなが神浜監獄に向かう頃、私は自分についたリーちゃんを風の伝道師の噂を強くしてもらうためにトウカちゃんとネムちゃんに会っていた。初めて直接感じる魔力はまるで自分の中に異物が入ってくるみたいで、早く追い出さないと心をかき混ぜられるような気分の悪いものだった。だけどその時に私が見ていたのは、惨めで愚かで救いようのなかった内向的な自分。そしてそんな自分が救われて人生のレールが切り替わった瞬間だった。私は恩に報いたかったけど、それ以上に意味のある自分になりたかったんだ。ユニオンのみんなが監獄から戻ってくるという話を聞きながら、私は変わった自分の体を携えて魔法少女たちの声が聞こえてくる方に向かうことにした。それは神浜市民会館。トキメイ一族とネオマギウスが争い、また一つ命が弾けたと思った場所だった。姫ちゃんの地元って近かったんですね。ま、隣の町だからね。戻ってくるのは久しぶりだけど。転校を機に神浜でしたっけ。そ、いろいろあってね。今の人たち、逃げた？気にしないでいいよ。私ちゃん、あたおか扱いだから。あたおか？頭がおかしい人、転校の原因の一つだよね。そんな、おかしいなんて。そう言ってくれるのは、ぶっちゃけ魔法少女ぐらいっしょ。願いとか魔法とか、特別な力に慣れっこなわけだし。確かに免疫はついてますけど、今のは露骨すぎて。でも、ここで死んだ人が頭の中にいるって言ったらさ、みんなビビってたし、自分の親ですら引いてた。あれ今、ここでって言いました？そう。ここはカルピが死んで、私ちゃんの頭に入った場所。他のみんなには宝崎で、なんとなく事情は話したんだけど、サーシャにはてっぺんに行く理由をまだ言ってなかったよね。それを伝えるために、私を連れてきたんですか？連れてきたのはサーシャが初めて。私ちゃんを救ってくれたし、ちゃんと伝えたくってさ。聞いていいんでしょうか？むしろ聞いてよ。私ちゃんの前面なんだから。どうして姫ちゃんはてっぺんを目指すようになったんですか？ま、苦しむヒコ君を助けられなくて死なせちゃったからだよね。あの時の私ちゃんはいい感じのグループにいて、ヒコ君は誰とも馴染むこともない陰キャのぼっち。それでも幼馴染の私ちゃんにとっては、物知りで何でも教えてくれるヒコ君が好きだった。他には絶対にいない、生まれた時から一緒の運命のカレピだった。ぶっちゃけ身分違いだし、バレたらやばいから秘密にしてたんだけど、一緒のとこ見られてさ。私ちゃんに告って振られた奴とかもいたし、そっからはマジでやばかったんだよね。こっちも冷たい目されたけど、ヒコ君の方は私ちゃんが知らないだけで地獄だったっぽくてさ。けど、ヒコ君はいつもと変わんないから、情けないけど私ちゃんも気づけなくって、何もしてあげられないうちに気づいた時にはもう手遅れになってた。魔法少女になったおかげで今はヒコ君も私ちゃんの中で生きてるけど、さっき逃げられたみたいに、まだ自由に付き合えないんだよね。ぶっちゃけバカバカしくない？クラスの力関係とかさ。人が誰かを愛することに、マジでケチつけないでほしい。サーシャ。ほんと、誰かを愛することを、どうして制限するんでしょうか。そんな制限無駄じゃない。壊した方が、絶対に幸せだよね。
そう思います。だから私ちゃんは誰にも邪魔されないてっぺんに行くの。誰にもバカにされないように、カレピと幸せに過ごすために。恋愛に制限はない。うん、人を愛することに制限はない。姫ちゃんはずるいです。なんで？そんなこと言われたら今日は奏でないといけません、姫ちゃんのために。そして今は彦くんのために捧げないといけません、レクイエムを。あら、おかしくなんてなってない。話しかければ答えてくれる。ねえ、どうしてみんな分かってくれないんだろう。どうして私ちゃんたちの恋愛を認めてくれないんだろう。私ちゃんが誰も逆らえないぐらいてっぺんに行けばいいのかな。誰にも文句を言わせないぐらい。私が姫ちゃんと初めて会ったのは、ネオマギウスに潜入するはずがグループ自体がなくなっていて困っていた時。あの時の姫ちゃんはボロボロで、すぐにでも魔女になってしまいそうだったけど、なんだか内からあふれる執念みたいなものがどこか私の心に引っかかったの。この人ならきっかけを与えるだけで、その執念のままに、あふれる熱量の思うがままに、ネオマギウスを引っ張り上げて私の隠れ蓑にしてくれるって。でも、ここまでだとは思わなかったよ、姫ちゃん。なんかさ、思想って劇薬だよね。え？魔法少女至上主義を掲げて、てっぺんを目指して、最近そう思う。ねえ、サーシャはさ、いつかどこかに行っちゃう？姫ちゃんが魔法少女至上主義を気に入ってくれたのと同じように、私は私で魔法少女を救うために信じている考えがありますから。なんだか最近思うんだよね。ぶっちゃけサーシャがいるから私ちゃんは普通なんだって。別に私がいるかどうかは。ワンちゃんいなくなったら思想に汚染されるかも。それでも言っちゃう？ごめんなさい。姫ちゃんはこれから何をしようとしてるんですか？キューベイや教官たちから聞きたい話は聞けたしね。あとはトリマ派手に散って大きく仕掛けをするつもりだよ。今夜はその入り口になる。みんなどうだった？ネオマギウスの拠点見つかりそうだった？大遠くだって聞いてたけど、手がかりは何も。むしろ迷子になりかけて、朝日に迎えに来てもらったわ。迎えが来てる時点で、完全に迷子であります。朝日ちゃんは？我もさっぱりでありました。しつこい勧誘もなく、魔力もぱったりと感じず。私の方も同じだ。水徳寺に奇襲に来た時点で、勧誘は終えてたのね。他には、スナオちゃん、チカちゃん、それに他の分家の子も。心配するなって、千春。悪ってのは大抵滅びるもんだ。案外ひょんなことで拠点を見つけて、一周できるかもしれねえ。うん。ごめんね、リョウコちゃん。私が弱気になっちゃダメだね。しずかちゃんだって、こんなに冷静なのにね。こんなことじゃ、トドロキ光一に怒られるよ。ああ、もう、終わり終わり終わり！何が？静香殿の気が触れて。ないわよ。隠し事を続けるのは、もう終わりだと思ったのよ。え？つまり、スナオとチカが向こうに行ったのは演技で、本当の目的はネオマギウスの拠点を調べることなの。それってもうすぐ連絡が来るはずよ。そしたらみんなで仲間を連れ戻すわよ。
でも二人ともネオマギウスのリーダーに。だからそれが演技なのよ。スナオたちは絶対に連れて行かせないわ。仏前でドンパチするなんて罰当たりだけど、まあ仕方ないね。数的には互角。スナオちゃん、目を覚ましてよ。静か、これからチカさんと二人で潜入調査をしてきます。どういうこと？事前にネオマギウスの動きをチカさんが察知していて、私たちも一部の分家と同様に向こうにつくふりをしてたんです。どうして教えてくれなかったの？思い過ごしだと思っていたんです。でも本当に私たちの仲間は知らない間に引き抜かれていた。二人で明日までに拠点の所在を調べてきます。ですから静香たちはなるべく大棟に入っておいてください。わかった。連絡があるまで待機してるわ。シャルや他のみんなにもよろしく伝えておいてください。いえ、ギリギリまで引っ張るわ。どうしてですか？私たちが慌ててるように見せておかないと、こちらに余裕があるってネオマギウスに知られでもしたら、潜入している素直たちが危険でしょ。ありがとうございます。ではその方針で。苦労をかけるわね、素直。素直を返して。他の子もみんな今すぐ。なあ、もう完全に騙された。教えてくれてもいいのに。信頼されてない、ひどいよ。だってチャルに教えたらウキウキしちゃいそうだから。そんなことないよ。もう顔に出てるであります。あとは向こうさん次第だね。ええ、成功することを祈るわ。チャル？誰かはわからないけど、向こう監獄の方から魔力が。ユニオンが帰るところみたいね。まさかお二人が来てくれるなんて思いませんでした。私も常々思っていましたから、カンナギは、魔法少女は人と並び立つ以上の存在だと。はい、敬われるのは自然なこと。森と関わる私にもわかることです。今日の話は聞いていますか？はい、新しく参画したときめの人にネオマギウスの説明をするとか。ええ、目指す目標についてなどいろいろと伺えるそうです。スナオさん、潜入して正解ですね。はい、拠点の場所だけじゃなく目的も聞けそうです。全てはときめの異変に気づいたチカさんのおかげです。こういう異変に敏感なだけですよ。いい記憶ではないけど役立てられてよかったです。あとは神浜市民会館の場所を静かに連絡するだけ。おそらく近くまで来てるはずですから。あ、お二人ともそろそろ始まるそうですよ。皆様皆様、ときめ一族からお越しの皆様、もうすぐ姫様がいらっしゃいます。ホールの中でお待ちください。ときめ一族のトキさん。はい。音が鳴らないようにスマホの電源は切っておいてね。姫様の話の腰を折られるのは好ましくないから。わかりました。もちろんそちらの青葉さんもね。はい。どこかで抜け出さないと、ネオマギウスを一網打尽にできるチャンス逃せません。あの、アイカさんが少し遅れているそうなので、そのまま少しお待ちください。電源を入れてみたけど、どちらにしても圏外なんて。こういうホールって電波が遮断されるところもあるんだっけ？
ハグマン、ハグマン。しぐれちゃん、どうしたの？空いてる時間に僕たちでマギウスの翼から説明してって。アイカさんが？うん、姫からメッセージで。人前で話すのって得意じゃないんだけどな。私たちネオマギウスは以前はマギウスの翼っていう組織でして、魔法少女が抱えてる魔女化とかの宿命から解放されるっていう目的を持ってました。それで集まってたのは私たちみたいに弱くてどうしようもない魔法少女たちでした。解放という目的はもちろん私たちの支えだったんですけど、それ以上に私やしぐれちゃんはトーカ様やネム様の思想を信用していて、それがそう、魔法少女至上主義だったんです。どうしよう、しぐれちゃん、足震えてきちゃった。変わって。僕の方が無理だよ。ぐずぐずになってる今がチャンスかもしれない。チカさん、今のうちに外に出て静香たちと連絡を取ってきます。わかりました。私もどこかで隙を見て抜け出すようにしますね。ここなら電波がある。今のうちに静かに。連絡することに集中しすぎて気配りが足りてないわね。不用心、不用心。敵ながらあまりに残念です。気づいてたんですか？そこら辺の分家ならともかく、中心人物はマークする。それぐらいは当然でしょ。ですです。今みたいなことは十分想定できますから。それでサン様、この人をミユはどうすれば？あら、ミユったら分かってるくせに。ミユ、腕を引き落としなさい。はい、喜んで。チャル！マギウスの翼では宝崎に戻った隙を狙われたけど、同じ鉄は踏まないわ。蹂躙するわよ、ミユ。はい。ここじゃまずい。この反応、チカさん。チカさん、私が戦ってる間に静かに。でもその二人相手じゃ。大丈夫、決して折れません。ときめの理想を叶えるのは私の食材ですから、お願いします。わかりました。チャルと静香を殺そうとした過去、それは決して変わらない。だから私は二人の理想を限界まで生かし続けるんです。いえ、地下から。な、どうしたの？潜入していたのが発覚して、スナオが戦ってるって。場所はどこなの？神浜市民会館。みんな行くわよ。うん。遅れてしまってすみません。サーシャとヤボヨを済ませたら遅くなっちゃった。それで教官、中の様子ってどんな感じ？気持ちに選ばれていない分家ばかりのようだけど、
一応戦える分家も3名ほど含まれているわ。キャハ、めっちゃ上がるじゃん。ま、戦えなくてもぶっちゃけ使い方次第だし、トリマーオケマルなんじゃない。ただこの後でときめの団体が攻め込んでくる恐れが。ああ、それでミュウちゃんが臨戦態勢なんですね。もしかしてやっぱり土器素直？ええ、だけどすでに処理してあるわ。じゃあ姫ちゃん、私たちは安心して舞台に向かいましょう。それな。じゃあ教官とミユリンは他のメンバーも連れて外でときめの子たちを食い止めてよ。姫様が許可してくれるなら。オケマル。じゃあミユ、外で待機しておきましょう。はい、私ちゃんたちも行こう。サーシャ、お願いね。はい。それでマギウスの翼はワルプルギスの夜を利用しようとしたけど、イブを本物の魔女にはできなくて、神浜にある自動浄化システムと思想だけが残ることになった。それで私たちは魔法少女至上主義を浸透させるために始めたんだよね。うん、ネオマギウスを。キャハ、今ってベストタイミングかも。そうだね、姫ちゃん。シグリンとハグリンは教官たちについてあげて。あとついでに伝えて。何をでしょう。ワンチャンあるからさ、いいタイミングでときめの子たちをこのホールまで通しちゃって。なんで。みんなで仲良くネオマギウスに来てもらうため。それならうちは揉めもないし超平和じゃん。じゃあトリマバトンタッチで演説を続けよっかな。はじめましての人もいるよね。ネオマギウスのてっぺんをやってる魔法少女アイカ姫野でーす。トリマシグリンとハグリンから魔法少女至上主義の詳しい話は聞いた？あの二人説明とか得意そうじゃないし、あんまりうまくできてないかな。ま、簡単に言うと私ちゃんたち魔法少女ってマジで人間より優れててすごいって話。なんたって人間が影響を受けちゃう魔女や使い魔を倒すことができるわけだし、そのために普通の人じゃ考えられないぐらい強い体を持ってるわけじゃん。病気だ老化だとか言って悩む人間と比べたらぶっちゃけすごすぎる生命体だよね。しかもマギウスの翼だった時のマギウスがキューベイから聞いた限りだと、魔法少女がいなかったら人類自体がここまで発展することもなかったらしいんだよね。それってもはや敬われて当然だって思わない？全然無茶苦茶なことは言ってない。本当のことだけを捉えても普通じゃんって私ちゃんはそう言いたいだけなんだよね。みんなもそう思うっしょ？思うならちょっと拍手ちょうだいよ。スノーちゃん、チャル、チカ殿。ごめんなさい、やられちゃいました。いいえ、ありがとう。二人とも役目を果たしてくれて。動かしても大丈夫そうか？こりゃいけねえ、見た目以上にやられてるな。スノーちゃんも？まだ、はい、動けそうには。思ったよりも冷静ね。いいえ、あなたが思うより腹渡は煮えたぎってるわよ。日の本の刃として共に戦う仲間をこうも蹂躙してくれたんじゃね。じゃあどうするの？決まってるわ。あなたたちを倒して中にいる仲間も連れて帰るわ。教官、
僕たちも。はい、すべてが終わるまでは一緒に守ります。これは乱戦になるわね。ミユ、準備はいい？はい。私たちもやろう。スナオちゃんたちの分まで。ああ、こっちはド発点をついてる。特にやり方が気に食わねえ。そうでありますな。おそらく二人を放置したのも相手であります。こっちを怒らせたいなら乗ってあげるわ。ときめ一族、彼女たちを倒して分家をみんな連れて帰るわよ。ついでにネオマギウスを今日で終わらせてやりましょう。もちろんネオマギウスの魔法少女たちは人の上に立つ存在になる。だけど否定したい魔法少女もいる以上、私ちゃんたちは否定的な奴らを黙らせるために魔法少女のてっぺんにも登る必要があるわけ。じゃあそれにはどうすればいいか。私ちゃんにもカレピにもてっぺんに登るのに必要な材料と構造が完璧にイメージできてるから安心して。まず材料っていうのはみんなが知ってる自動浄化システム。これの主導権を持ってる限り、私ちゃんたちに他の魔法少女は逆らえない。そして構造っていうのは、魔法少女至上主義を信用する人たちを中心にした管理制度のことね。私ちゃんはどこかのユニオンみたいに、世界にシステムを広げるなんてことはせずに、自動浄化システムを細かく分割して、人口や面積単位で割り当てようとは思ってるわけ。利用できる人は当然魔法少女至上主義を信じるネオマギウスの魔法少女で、敵対する相手ほど自動浄化システムを利用できる頻度を減らしていくわけ。そしたらぶっちゃけ抵抗する気なんて起きなくなるし、別に思想を受け入れてくれたら平和で安全なんだからそれでいいっしょ？キャッ！ちなみに私ちゃんが言ってることは、絵空ごとでも勝手な妄想でも何でもないから。こうしてみんなに発表する前にキューベイに確認を取って、成功する可能性があるってところまでは引き出せてるから。もしかしたら引いてる子もいるかもだけど、別に支配するつもりも殺すつもりもないからね。私ちゃんは今まで通りの魔女を倒す日々の中に、ちゃんとしたルールを作って、新しいものの見方を示そうとしてるだけ。それを通して私ちゃんたちをみんなが認めてくれるなら、何もひどいことなんてする気はないから。ただそれだけだから。そろそろ姫様の説明会も終わりが近づいてる頃かしら。早くそこをどきなさい。がむしゃらに攻めてくるわね。当たり前でしょ、仲間の危機なんだから。何がおかしいの？危機なんかじゃない。素直に思想を受け入れるはずよ。なぜそう言い切れるの？だってこれからあなたの仲間は頭をかき回されるんだから。なんか向こうで物騒なことを言ってるな。ここは一つ懐に入って一気に片付けるでありますよ。まだ行かせられない。銃も立派な鈍器であります。みんなに何をする気なの？教えてよ。僕何も。じゃあいい、自分の目で確かめてやる。うん、思惑は何なの？認識の改ざんよ。改ざん？そう、うちのメンバーにね、できる子がいるのよ。ひどいショックを受けて固有魔法を使えなくなったけど、その分ドッペルを出すと強力な改ざん能力を発揮する子が。つまりそれが叶うと。あなたのお仲間は最初からネオマギウスだと思うかもね。チャル！わかってるよ、絶対に突破して間に合わせる。行くわよ。ときめい侵入、三尺蹴り爪の印落とし。
まずい、脳を揺さぶられ、私も行くよ、千春捕物帳神速の巻。え、この捕縛から逃れる者江戸中探せど一人もあらず。行こう静香ちゃん、他のみんなも早く。すぐに向かうわ。ただ涼子は残ってくれる？さすがに素直と地下を放っておけないわ。別に構わないけどよ、私の分も暴れてくれよ。ええ。では我も失礼するであります。ここでの戦いは終わりってことにしとこう。暴れてお互い消耗してもいいことなんてないだろ。そうね、あとは行く末を一緒に見守りましょう。な、お前さんはやられたはずじゃねえのか。フリよね、ミユ。サン様、今はどういう状況ですか？ときめの魔法少女たちがホールに向かったところよ。それは大丈夫で？ええ、姫様に言われた通りにしたからね。わざと通した？てめえ、まさか！さてさて、私の憶測だけど、やるつもりじゃない？うちの本家まで丸ごと取り込む気か？魔法少女至上主義のもと、てっぺんに登っていくネオマギウス。今は他の魔法少女に邪魔をさせないために自動浄化システムをもらわないといけない。そして同時に私ちゃんたちは世界中の人々に魔法少女という優れた生命を伝えなくちゃいけない。何をするのかはまだ先のお楽しみだけど、やるには勇気と覚悟が必要だし、人数が必要になってくるのは確かなんだよね。ずっと心のどこかで突っかかってる。それはきっと姫ちゃんが心配だから。じゃあ一つだけ伝えさせてもらっていいですか？何？ヤバみの深いやつ？はい、このまま目的を果たせたとしても姫ちゃんは死ぬと思います。私の考え通りだと思うから。それにぶっちゃけサーシャがいるから私ちゃんは普通なんだって。別に私がいるかどうかは。ワンちゃんいなくなったら思想に汚染されるかも。それでも言っちゃう？あの言葉がその死への入り口を予感させるから。それでも私は手伝う。本当に姫ちゃんを。この中のみんなはもう人や魔法少女の上に立つことを希望して、その勇気や覚悟がある人だと思うけど、実際ぶっちゃけどう？私たち優れてるとは思うけど。マギウスと同じ考え？私は言ってることわかるかも。言われるとさすがに重いよね。ま、詳細もわからないし、結構パンチ強めの話をしたと思うから、取りま戸惑うのも当然だよね。もう私の出番。嫌だな。私は姫ちゃんと彦くんの恋を助けることで私自身の悲恋を慰めようとしてるだけだ。でも答え出てるよね。茨の道だって分かっていても。じゃあここでワンちゃんみんなの考えを統一しちゃおう。何あれ、アッキー？ミワリンのドッペル。これでみんな一緒になろう。キャハ。みんな目を覚ましなさい。一緒に水徳寺に帰るわよ。ステージにリーダーがいる。向こうのメンバーは外にいたし、チャンスだよ。支柱から崩せる我の腕さえあれば格好の餌食であります。
何調子に乗っちゃってんの？ヤバみが深いのはむしろそっちなんだよね。よろしく、サーシャ。それでは私の奏でる音色で体の力を抜いていきましょう。あれ、なんで？膝の力が。それどころか体全体であります。繊維がどんどん心地よくなって争うのが馬鹿らしくなりますよ。あれ、みんながいる。スナオさんにチカさん。見ての通り、トキメ一族は現在存亡の危機って感じだよ。ダメです、ダメです。絶対に逃がしませんよ。というよりも、助けに行くなら分かってるでしょ。スナオとチカの命はないって重々承知してるよ。今、中では何が。アイカさんがときめの人を集めて説明会をしています。みんなの認識を改ざんして無理やり仲間にする気みたい。僕もさっき知ったけど、これでときめの本家も落ちればうんと動きやすくなるわね。急に姿を変えたネオマギウス、動きや中身を知る機会かも。行くのは構わないけど、どうなっても知らないわよ。え、下手なタイミングで入ればあなたも改ざんの影響を受ける。ネム様が作った噂の影響でその身が守られているとしても、認識の改ざんがどこまで影響するか、そればかりは未知数よ。そうですか。兄ちゃんも時間を置こうって言ってます。その噂だっけか。見えるようになったんだな。はい、ネムちゃんが完成させてくれたんです。前に聞いてた、ネム様が最後に作ったっていう。ええ、風の伝道師の噂ね。あ、そういえばお二人とちゃんと話すのは初めてですね。サトリカゴメです。噂には聞いてるわ。噂と共に取材する子よね。私はカグラさん、こっちはユカリミユリよ。あ、よろしくお願いします。二人は最近ネオマギウスに。ええ、私たちの目的とネオマギウスの目的が同じだから。それに、みやびもあずみも、多少は骨があるように育ったからね。です、です。二人も、魔法少女至上主義の拡散が目的なんですか？いえいえ、それは違います。あくまでそれは通過点ですよ。通過点？私とみゆはね、神様になりたいの。地元の祭りの新たな神に。あら、何か変なこと言った？いえ、変というかすごいこと。まさか神様だなんて。でも姫様はね、それを叶えるつもりなのよ。それが救いですか。私が魔法少女になった以上は。人の背景の数だけ、救いも限りがない。分かってたことだけど難しいな。どうしよう、しずかちゃん。気合を入れようって、それだけで限界であります。うんうん、やっぱりサーシャの演奏はサイ&コーだよね。抵抗して動こうなんてマジで無理味が深すぎだし。皆さん、こちらの魔法に十分影響されています。じゃ、仕上げちゃおうか。よろしくね、ミワリン。このままじゃ、みんな揃って
しずかちゃん。しずかちゃん。なんで自分の手、血が。これでちょっと目が覚めたわ。やっぱときめのリーダーなかなかぶっ飛んでるじゃん。ま、飛び込んだところで一緒に改ざんされるけど。改ざんなんてさせない。阻止。ちょっと、ときめのしずかちゃん、何やってくれちゃってんの。私の固有魔法までは計算外だったみたいね。ヤバヤバのヤバじゃん。すみません、姫ちゃん、私の演奏もここまでが限界です。ううん、ありがとうサーシャ。でもそっか、固有魔法、カレピも私ちゃんも目を合わせるやつだと思ってた。あれはときめい侵入の技、魔法とは関係がないものよ。教官たちが外にいるのはまずかったですね。でもまだ姫様の演説の場を荒らす者、この私が許さない。みんな何をぼさっとしてるの。本家が動いてるわよ。キャー！ときめ側の気持ちに選ばれたメンバーはいい感じに改ざんされてくれたみたいじゃん。止められなかった。チャル、アサヒ、壇上に向かいましょう。こっちは我が抑えるであります。よかった、みんなが改ざんされたわけじゃない。それでもこの壇上にいるのは私たちネオマギウスのメンバーだけですよ。1対3、他にもときめの子が。あなた、目を覚ましなさい。ときめとしての誇りはどうしたの。違う、私たちは最初から魔法少女至上主義のために。改ざんされてる子がまばらに。これじゃ混戦だわ。そしてあなたのピンチも変わらないってこと。仲間にしようと思ったけど殺すしかないかな。やー、まさかこっちも平気なんて、マジでおこだわ。おこなのはこっちだよ。まるっとときめ一族の思いを書き換えようだなんて。しずかちゃん、まだ逆転のチャンスはあるよ。でも素直たちは外だし、立て直すので精一杯よ。違うよ、瞳合わせだよ。瞳合わせはそうやって強い感情をぶつける技よ。その中でも伝えやすいのが攻撃的な感情。カンナギは肉体が強くなっても心は前と変わらないでしょ。だから私が相手だとしてもカンナギに膝をつかせられるわ。これは他の感情も伝えられるっていうこと。もちろんよ、あなたの父様だってこれで落としたんだから。そう、今の私にならきっとできる。だってここにはみんなを見つめる巨大な目があるんだから。みんな聞いて、思い出して、私たちはときめい一族。誰かの上に立つために刃を振るうものじゃない。私たちは人と共に並び立ち、日の本とそこに住む人々を救うために刃を振る。確かに私たちは一部の分家が思うように普通の人より優れているのかもしれないわ。でもだからって大きい顔をしたいの？優越感に浸って笑っていたいの？違うでしょ。私たちが望むのは守ることで得られる周りの人々の笑顔であって、自分の笑顔じゃない。
もう一度取り戻しなさい、トキメ一族。己が己に課した使命と矜持を。こうなったらラストチャンス。ミワリン、取り舞よろしく。急にカグラさんたちの様子が変わって、私も後をつけて神浜市民会館に入っていった。そこで起きている争いを見れば、ヒメナさんたちネオマギウスの目論見が叶わなかったのは明らかだった。湧き上がるトキメ一族と、急に配色が濃くなったネオマギウス、間には魔法少女であることを受け入れていても、両者の大きく異なった魔法少女としてのあり方がどうやっても壊せない塊となって転がっていた。壇上には姫様とサーシャの二人、あとはトキメ静香とヒロエ千春、もう一人いたような。いや、今はそれよりも。みんな、客席の魔法少女は無視、姫様を優先して助けるわよ。手前で足止め食らった分ぐらいは恩返しさせてもらわねえとな。地獄でエンマ様が待ってるぞ。行ける子から言って。ミスミスネオマギウスに利用された愚かさを呪います。そして恥も外聞も捨てて、ここでは本家を守り通します。ハグマ、これじゃ近づけないよ。それでもこっちの方が数はいる。どこかに隙をつけば。うん、聞こえてくるよ。ギーちゃんを通してみんなの声が上に立とうとする魔法少女、並び立とうとする魔法少女、人の社会と同じように魔法少女の思いも入り乱れてる。めちゃくちゃ下がる。想定外の最悪パターンじゃん。じゃあより最悪のパターンにしてあげるわ。チャルから奪った気持ちの石はここで返してもらう。ギャー、姫ちゃん逃げてください。あなたはネオマギウスにとって唯一の支柱なんです。ありがとう、サーシャ。どきなさい。姫ちゃんを失うぐらいなら私が盾になります。本当はここまでしなくていい。完全に逸脱してる。それでも僕と君とは教師と生徒、それ以上の関係はありえないよ。他の生徒が好奇の目で君を見てる。噂であるうちに引いてくれ。私も姫ちゃんみたいに強かったら。だから姫ちゃんの恋を私はギリギリまで手伝いたい。そんな個人的な都合で多くの人を巻き込んじゃダメ。はあ、ま、一匹ぐらいならいいか。私ちゃんが相手する。私から奪った気持ちの石返してもらうよ。それに時音一族を惑わした罪、ここで私が裁く。いいじゃん、やってみなよ。ほら、気持ちの方が奉行所を用意してくれたなんて。あれだけ余裕ぶってたのに実戦は全然みたいだね。私も魔法少女同士で戦いたくなかったけど、プロミストブラッドと出会って少しは強くなったんだ。うっざ。だから何なの？力がつけばときめが勝つって、土着そう甘すぎだって。それでもきっとあなたにはここで勝てるよ。だってさ、ヒコカときめ一心流経絡三段流れ立ち。ダメージ以上に体は動かない。私の勝ちだよ。
ああ、私ちゃんやられちゃったか。この間は無理やり奪ったせいか、会うのって初めてじゃん。まさか気を失って夢の中で会うとは思わなかった。キャッ！別に自動浄化システムに連れて行くのは構わないけど、それはあくまで私ちゃんの目的を達成する間にあるだけ。あんたたち気持ちのためにやってることじゃないし。やられた私ちゃんに力を貸してくれるって？私ちゃんの中に入り込むとか、マジで奥なんだけど。こっちの体を操ってでも、自動浄化システムに行くつもり？ヒコ君との最後の居場所まで奪うな！あんたにやられるほど、私ちゃんの心は弱くないから。ねえ、また迎えに行くから、ここから出てってくんない？あ、やった！気持ちの石が戻ってきた！やったわね、チャル。姫ちゃん。あなたたちの頭は倒して、石もときめ一族が手に入れたわ。これ以上の争いは不要。頭の命まで危うくなるわよ。そう言われておとなしく。ここで終わりにして、教官。姫様。私ちゃんの乾杯。いっそ、ネオマギウスを解散して、ときめ一族に来るのはどう？あなたの言う通り、似ているところがあるのなら、相反していたとしても、受け入れられることがあるかも。ふざけないで。ときめの理屈に乗っかったら、汚い奴も助けないといけない。世の中、悪を隠すのが上手なクソみたいな奴ばかりなんだから。そんなことないわ。どんな人でも変わるものよ。いずれ良き方向に。少なくとも私ちゃんは、汚れたクズの一員になれる。ヒコ君とのためであれば、どんな悪行だってやってみせる。変わらないって。人間の中にもそんな悪者はいて、あんたはそれも平等に助けてる。違う。いずれその人も変わる。助けることには意味がある。ほんと、汚れのない目って大嫌い。ろくな汚れも知らない奴がさ、綺麗にする方法を語らないでよ。究極のリタって綺麗だけど、中身は空っぽなんだよね。あなたみたいなのがいると、人は幸せになれないわ。姫ちゃん！静香ちゃん！静香殿が汚れる必要はないであります。朝日。姫ちゃーん！じゃあ、一つだけ伝えさせてもらっていいですか？何？ヤバみの深いやつ？はい。このまま目的を果たせたとしても、姫ちゃんは死ぬと思います。まさか、鶴野が怪我をして帰ってくると思わなくてな。いくら頑丈な娘とは言っても、たまにはこういうこともあるかと。父親として反省だ。ほんと、みんなごめんね。今日は助かっちゃったよ。気にしないでいいわよ。普段から大繁盛でもないのに、5人も来たんだから。むしろ暇だったぐらいよ。笑顔で結構ひどいよ。でも、本当に体の方はもう平気なの？ちょっと痛むところはあるけど、この通り元気はいっぱいだよ。いろはちゃんの力で治癒してくれたおかげだね。そんな大げさだよ。まあみんな大変だったけど、得られるものも多かったと思うわ。そうですね。監獄以外のショートカットにつながるルートと、かさねさんの暴走。ももこさんはいろはさんの時と同じだって。なんか力を借りるっつってもさ、なんかやべえんじゃねえの？
ドッペルも使いすぎた結果、影響があるのは分かってますし。気持ちのみんなも元はイブ。魔女みたいなものだから、悪さしちゃうのかな。でも、少し違うような気もする。私もウイと同じ。多分力を借りるのは危険だけど、悪意があるわけじゃなくて、ただ自分が元いた場所に戻る。それに必死なんだと思う。うん、そんな気がする。とりあえずむやみに使わないように気をつけないといけないわね。あなたもね。おう。あとは監獄近くの地下だけど、正直ないような気がする。地下にショートカットがあるなら他にも地下がないと変じゃん。なんだけど調べても下水とかなさそうなんだよね。あのあたりなら地下鉄だろ。お、地下鉄？お父さん、何か知ってるの？まだお父さんが子供の頃にあのあたりを掘ってたはずだけどな。確かその工事の途中で上浜監獄の地下が見つかって、調査のために開発が途中で止まったんだ。幻の地下道とか言って都市伝説にもなってたぞ。あ、うい、私それ書いたことある。あの入院してた時、トウカちゃんとネムちゃんと作ってた上浜の地図。うん、いろんな人に話を聞いて地図を作ってる時にその場所の絵も書いたよ。一気に点だった情報がつながっちゃいました。おっしゃ、これでズガンと一気にやれそうだな。これまで3期にわたって上浜市政に携わりながら育てていただいたのも、すべては皆様の一票一票のおかげでございます。これからも過去の持てる経験のすべてを生かして、新たな町である新生区から古くからの町である大東の隅々に至るまで、住んでよかったと思える町づくり、また格差のない町づくりに尽力してまいります。んだよ、うるさいぞ。そういえば、トウカちゃんがこの選挙の話してたよ。あいつが市長になるのか？無理よ、お父さんの話でしょ。うん、なんかね、応援演説をするんだって。あれだけの大病院とグループ企業だし、利権とか絡んでそうね。八千代さん。お客様が来た時は座席に促すようにする。こうした気遣いというのも一つの優しさにつながる。意識しないとできないというのはなかなかに不便なものです。だけどそれを実行できるのは素晴らしいことだと思うわ。恐縮です。今日はそちらの先生はいらっしゃらないのかしら？そろそろお戻りになると思います。じゃあ優しさついでに雑談に付き合ってくれるかしら？構いませんが、何か話したいことが？いえ、というよりも確認ね。上浜の東西の噂って本当？真偽は定かではありませんが、一人東で亡くなっている手前、やや関係が冷たい感じは否めないかもしれませんね。とはいえすぐに崩れるような関係でもないと思いますが。まあそうよね、特に新しい情報はなさそうね。と、ただいま。お帰りなさい先生。なんや、プロミストブラッドのリーダーも一緒かいな。少し調整をしてもらおうと思ってたのよ。それやったら今のうちに思っきし金を落としときや。なんや、知らん顔やな。どうもネオマギウスのやつら早々に潰れてしもたらしい。本当に？言わんでもマズインは分かってそうやな。当然よ、ユニオンとときめ両方の照準がこちらに向くわ。
少なくとも私ちゃんは汚れたクズの一員になれる。彦君とのためであればどんな悪行だってやってみせる。変わらないって。人間の中にもそんな悪者はいて、あんたはそれも平等に助けてる。違う。人は変わる。いつかいい方向に変わる。だから全てを救うことは正しい。それで間違ってない。私は人間に差を作りたくない。人間は生前だって信じたい。しずかちゃん？あ、うん。どうしたの？難しい顔してたから。ちょっと、ネオマギウスのリーダーの言葉を振り返ってた。私には難しいや。トドロキ光一は、誰にでも悪の種はあるって言ってるし、ユスリンボウ将軍は、悪人は善人になれるって言ってる。私は、自分が信じるものを信じるしかないような気がするな。うん、そうね。重いことを考えるのはやめて、早く果物屋さんに行きましょう。スナオちゃんとチカちゃん、何なら喜んでくれるかな。何これ、シャル？すごい悪意。神浜に来て色々感じてきたけど、一番強いかもしれない。何か起きてるかもしれない。行きましょう。うん。まさにこうした現在の神浜市政の中において、地域の救急医療の改善に取り組んでこられたのです。何これ？選挙で神浜のリーダーを決めるんだよ。これが、そうなのね。でも、そんな大事な自分たちの未来を決める行事で、悪意だなんて。でも、すごい。また、新興都市と言われる神浜市においても、新生区のニュータウンや大東区の団地に至るまで、高齢化の波は間違いなく影響を及ぼしています。だってそれで悪意が勝てば人々の上に悪が立つ。それに伴った老老介護や若者の社会進出の制限、大きな課題解決のための地域の財政支出など、前期の市長は特に力を入れて取り組まれ。危ない！あ！な！今のやつが投石したのね。うん、多分。でも悪気の影響なんてなさそうだったわ。変わらないって。人間の中にもそんな悪者はいて、あんたはそれも平等に助けてる。まずいよこれ、乱闘になっちゃいそう。体にも影響はなさそうだし、噂が完成してよかったね。はい、もう少し自分の足でみんなを追いかけられそうです。でも今回のネオマギウスの件で早速大変だったんじゃない？そうですね。だけどリーちゃんのおかげで魔法少女から攻撃は受けませんし、もしもの時は守ってくれるから全然平気でした。それより戦いの手口がなくて考え込んでしまいました。それは正解がないから？はい、主義や主張の問題で普通の人の社会と同じだなって。グループだけじゃなくて個人でも抱える問題は違うし。それでカゴメちゃんはどうしたいと思ったの？私はそもそもこの争いって気持ちの石を巡るだけじゃなくて、魔法少女としてのあり方が統一されるための争いかもって。複雑に入り乱れていて
本当に統一されるかわかりません。でもだからこそ私は私で動くべきなんだと思いました。魔法少女はあまりにも社会から切り離されているから。カゴメちゃんの言う通り、これから統一されるのかも。そして社会の一部になって、みんなで少しずつ一緒に変わっていくのかもしれないね。そういえば、答えは出ましたか？みんなを救いたいって。ううん。まだ迷子。カゴメちゃんの言う通り、いろいろと入り乱れていて、自分の中でもはっきりしないの。だから、もう少し考えてみる。え、大丈夫ですか？ごめん、なんかフェリシアちゃんだと思う。また電話しよう。はい、遅くまでありがとうございました。どうしたんだろう。八千代さん、どうしたんですか？なんか怖い夢を見たって。夢？俺じゃねえ。なんで俺が父ちゃんと母ちゃん殺すんだよ。ではでは、これからの動きをみんなで決めましょうね、姫様。鳥もみんなこっちの状況に気づいてなさそうだしね。今思い出しても本当に心臓に悪いですよ。本当、味方を欺くにしても二度としないでほしい。姫、嫌い。だから何度も謝ったじゃん。ごめんって。でも私だって姫ちゃんが死んだと思ってましたよ。ミツネちゃんの改ざんの影響って聞くまで。想定外の連続でどちゃくそ慌ててたのに。ミワリンを引っ込めて力を使わせたのはベストっしょ。こうなったらラストチャンス。ミワリン、取り間よろしく。結局最後に石を総取りした人が勝者になるわけだし、こうして死んだと思わせて一線から引く方がいいじゃん。ただ庭の様子を見に行ったけど、あれはほとんど再起不能よ。マジで？原因不明の下半身麻痺、ネム様と同じような現象よ。ですね、ですね。緊急入院して原因も不明です。そんな、ミワさん。でもネム様の場合はドッペルを多用したからだって。連続で使ったからすごいきつかったのかもしれません。魂への負荷が大きすぎた。それは仮説でしかないけどね。姫ちゃん。でもハグマ、僕なんか理屈が通らない気がする。私もモヤモヤする。体が動かなくなったとしても。姫ちゃんは本来起こりうる死を乗り越えてしまったのかもしれない。でもだからといってまだ救われたわけじゃない。これからもきっとやろうとしていることを貫けば、何者かの意志が反映されたかのように死は姫ちゃんの前に横たわる。だからお願い、気をつけてね。僕に話を聞いても、トウカと同じだよ。望みを尋ねられても、一度はこの身を黄泉に捧げたんだ。出てくる言葉は望みだとしても、食材のそれと変わらないと思っていい。僕が何を言っても、おそらく何かしらの答えは必要なんだろうね。構わないよ。僕も、君の立場や目的は重々承知しているつもりだからね。
ただ、僕は10日以上に望みを持っていないよ。何せ、彼女と違って、僕は自分自身の死期を、なんとなく悟っているからね。この足を見ればわかる通り、僕の体はすでに、いや、魂は、すでにドッペルの対応によって、汚れと呪いに蝕まれている。次、何か危機が起きて、ドッペルを出せば、どうなるかわからないんだ。だから僕が望むとすれば、ただただ近い未来のことだよ。どうか、この本を完成させて、何も知らない人々を開眼させてほしい。それが、僕の唯一の望みだよ。元は魔女だから当然だけど、気持ちも厄介な存在だね。僕たちに争いをけしかけてるのが、キューベイだけに、どうしても、疑念を持たずにはいられないよね。それは、他の人も同様かな。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いします。